どうぞ。 ありがとう。なあお嬢さん、この城を出ておじいさんを探しに行ったらどうかな。どうしてですの？おじい様が戻ってくるまで城を留守にするなんてできませんわ。そうおじい様と約束したんですもの。城の周囲に奇妙な森ができているのは気づいているだろう。昔はあんなものなかったのに。あの森どんどん広がっているのよ。そのうちこのお城も飲み込まれてしまうわ。そんなこと信じられませんわ。グロリア、君のおじいさんはひょっとしたら。ノアル、さあお話は夕食の後で続けましょう。ロビー、皆さんをお部屋にご案内して。そうね、北の塔のお部屋がいいわ。わかりました、どうぞこちらへ。ミリーさん。はい。ちょっと私の部屋にいらっしゃいません？多分私のドレスが合うと思うの、貸してあげられるわ。でも。そうね、やめた方がいいわよ。ミリーにドレスなんて似合いそうにないもの。そんなことないわよ。お願いするわグロリア。あ、ちょっとミリー。ぐー、もう似合いっこないのに。わおゴージャスじゃない。私ここに決めた。ご自由にお使いください。やった。皆さんのお部屋も奥に続いております。あなたは無理のようですね。広間でお待ち願えますか。そうしとけペガス。なあそう。夕食は6時を予定しております。その前にシャワーなど浴びておくつろぎください。サンキュー。見た目はごついがなかなかの羊ぶりだな。私もああいうの一台欲しいわ。そんなことより彼女グロリアよ。少し風変わりな子だな。なーに、お城に住むレディーなんてあんなもんだろう。だがな、どう思うディーボーイ。死んでしまったんだろうな彼女のおじいさんは。それだよ、彼女を説得してこの城から連れ出さないと。できることなら彼女を傷つけないようにしたいわね。さあ好きなの選んでみて。すごい、これみんなあなたの。そうね、これなんかどうかしら、着てみて。うん、これがきっと似合うわ。でもいいの？私ね、自分と同い年ぐらいの人と会ったのは初めてなの。ミリさん、私とお友達になっていただけませんか？さん付けはよして、ミリーでいいわ。ありがとう、ミリー。ペガス、手伝ってもらえませんか？ペガス、ロビーのようなことできない。料理を運んでくれるだけでいいのです。それならできる。はあ、こいつはいい酒だ。飲みすぎないでよ。食前酒だよ、食前酒。お待たせいたしました。ペガス、どうしちゃったのあんた。ロビーを手伝っています。あ、そう。じゃあこれを機にいろいろ習っておくといいわ。なあさあ、遅くなって申し訳ありませんでした。さあミリー。こいつは驚いた。ありがとう。どういたしまして。いやし、似合ってるじゃないのよ。あっ、ペガス、なんてことすんのよ。どういたしまして。もう。こんなのどかな夜を過ごすなんていつ以来かしら。ああ、久しぶりだな。
ミリーがうまく説得してくれるといいんだが。そうね。ねえグロリア、私たちと一緒に町へ行った方がいいわ。どうして？お城がラダム樹に飲まれてしまうかもしれないのよ。私、おじい様をここで待つって約束したの。明日になれば私たち出発するわ。そしたらまたあなた一人になるのよ。一人ぼっちでいつ戻るかわからないおじい様を待ち続けるの？ミリー、あなたがここに残ってくださらない？せめておじい様が戻ってくるまで。それはできないわ。できないなんて言わないでね。ミリー、私と一緒にここで暮らしましょう。グロリア、帰りましょう。地下室なんか勝手に降りてどうしようっていうのよ。こういう古い城には酒蔵に年代物のワインが眠ってるもんさ。だからって勝手に。あのお嬢さんとロボットじゃ味なんざ分かりっこないだろ。うん、ちょっと待ってよ。ここだな。ノアル。あ、なんだよ、電子ロックか。レビン頼む。もう本当にいいワインがあるんでしょうね。何よ、ロックは解除されてるじゃないの。え？ここをこうしてやれば。あ、警告します。胴体反応多数接近中、ラダム銃の可能性あり。何？ついてこい、ペガス。ああ、そう、ロボット製作施設としてはなかなかの